见面三次就告白，对我来说有点太快。テンポいいじゃん、パンパンパン。はい。最近マッチングアプリがあるんです。あ、对对对。会って、あ、もう気が合うな、付き合ってください。はい、OK。違う。其实跟台湾男生、日本男生交往过，最大的差异是什么？又有遇到哪些很有趣的文化差异呢？你好，嗨，大家好，我是你。我现在有一个交往快两年的日本男朋友。在台湾的话，大家先当朋友一阵子之后变熟了，再慢慢变成两个人出去约会，最后再告白。那通常都要花上至少一两个月。長いでしょ、一、二ヶ月は。長い、長い、長い。所以蛮惊讶，为什么日本人可以这么快就见面、见面、见面，然后告白、交往？僕の意見は違うので。好，那社长，你个人的经验不是见面三次就告白？いやこれはねもうフィーリングですから、もうフィーリング、フィーリング、フィーリング、もう最初のデートでもフィーリングがあったらそこから付き合えばいいと思うし、なんなら告白は必要ないかなっていうのが僕の考え方ですね。这样太狡猾了，太渣了。像我自己还是会觉得要得到一个明确的告白才比较安心。台湾大家会先当朋友一阵子才交往，所以我会觉得见面三次就告白对我来说有点太快。テンポいいです。パンパンパン。はい。最近マッチングアプリがあるんですけど、ね、会って、あ、もう気が合うな、付き合ってください。はい、OK。違う。違う。違う。大家可能会觉得台湾男生在交往的时候比较贴心，日本男生比较不贴心。但是呢，现在日本男生其实也很贴心哦。像是我自己的经验，比如说去超市买东西的时候，他都会主动帮忙提。まあ確かにね、皆さん、私だってそんな女性に対して優しくしますよ。荷物持ったりもしますし、記念日にはプレゼントをあげたりとか、こんなものはね、当然のこと。ただね、もう優しさにおいては日本の男より多分台湾の男の方が優しさはね圧倒的上。これ間違い。もう僕10年間台湾関わってきてもうこう間違いないですわ。特に台湾男性、日本人理解できないですけど、女の子の人というかですね、生理の人か非常にこう知識が豊富でして、没错、そういう時はもうお腹冷やしちゃダメよみたいなことを。本当ですか？在台湾有很多男生他们会用 APP 帮女生计生理期。え、そんなことしたらなんか気持ち悪がられません？私の生理の日チェックしてんの気持ち悪とならないですか？不会。優しいってなるのか。如果男朋友可以帮我记得的话，应该真的会蛮开心的。私実は今まで台湾女性と付き合ったことは一回もないんですよ。でも台湾女性と付き合っている日本人の友達はいっぱいいて、正直見てて思うのが、まあ、結構大変そうだなという、結構いろいろな要求が、これ買ってこいみたいなね、あれ買ってこい、全部食えとかね、なかなか大変そうだなと思ったりするんですが、やっぱり日本人女性と台湾人女性って比較するとやっぱり性格って違うものですか？台湾女生好像比较会跟男朋友说请他帮忙做什么，在关系上可能会比较强势一点吧。日本の女性って優しいなと思いますか？感觉日本女生都会帮忙做便当啊，然后不敢一直传讯息打扰男朋友。確かにね。日本の女性ってやっぱ結婚して専業主婦になりたいっていう人も結構いまだに多くて、早く仕事辞めて家庭に入りたい、それこそ弁当を作りたいとか洗濯したいとか。でも台湾の女性はそうじゃないですよね。別に結婚しても働くし、子供生まれても働くしですよね。やっぱり台湾女性独立自立してるんですよ。だから男女同じ目線で話もしたいし、それだけまあある程度要求もいろいろあるのかなと。话两个人 AA 制还蛮多的，但是比较多的是这一次我付钱，下一次你付钱，或者是男生稍微多付一点点钱。まあ日本でも最近若い人は割り勘とか今言ったようにここを出すからあとお願いね、次お願いねっていうのはまああるんでしょうけど、まあ僕個人的には生まれて今まで生きてきて一回も女性と割り勘したことない。全部 100%。 いまだに日本の女性の中には、全部これ人によるんですけど、昨日デート行ったんだけど男が割り勘してきたとか、おごってくれなかった、ありえないみたいなことを言う人も中にはいるんで、そういう人は台湾にいないってことですか？在台湾这种状况还蛮少的，因为现在男生跟女生其实薪水都差不多，大家都还是会觉得可以各付各的钱，也不会有谁欠谁的感觉。日本ではかなり男女で差が出てるんですけど、女性はねそこまでまだないので、だからなんか女性からすると大きい有名な会社の人と結婚したいとか、商社とか銀行とかマスコミの人と合コンしたいとか。我觉得台湾的女生对于男友职业不太会有特别的要求。
台湾的话，感觉男朋友跟女朋友一定会互加 Facebook 或者是 IG 好友，上传照片的时候一定要标注对方。ってことは SNS でいろんな人にあこの人と付き合ってるってことが分かってしまうってことですよね。对。やばいじゃないですか。所以分手的时候可能就会蛮尴尬的。不过在跟日本人交往的时候，反而就是像我到现在都还不知道我的日本男友的 IG 的账号是什么，他也不知道我的 IG 的账号。はい。在日本情侣好像就不太会在社群软体上有任何的互动。如果真的是看到女朋友素颜会幻灭吗？いや、まあそれは日本女性が自分で自主的になんかやってる感じで、多分男性からこういう化粧してないのはダメだとか、化粧しろはあんまり言わないと思います。ただ普段化粧してるのに突然素顔でスッピンで来られるとおーってなる時はありますよね。会觉得是日本女生真的对自己要求蛮高的，听完会觉得日本女生好辛苦哦。日本の女性の方はもうこんな化粧ポーチ持ってるでしょ。本当にもうお弁当箱みたいな。それ持ってトイレ行く人がやって。对，而且每次。僕はあれはあんまり意味ないと思います。そんなに何回も何回もやんなくても。真的吗？そんな変わらないと思うんで。所以日本男生其实好像真的是没有很在意。もう全然素顔のままでいいですよというふうに言いたいですね。我自己在台湾的经验是两个人吵架的时候都可以很直接的讲出来，不过在日本的话就会觉得不知道对方到底有没有生气。僕も確かにあんまりおいとか直接的にとか言うのはないんですよね。そこでちゃんと自分の心を気持ちを出した方がいいんですけど、やっぱり日本人ってなかなかこう口に出しづらいんで、直接コミュニケーションはしないんですけど、自分の友達に愚痴を言って、いやうちの彼氏もマジないわ、ぐち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 っていうことは多いですね。あとは人間の性格ってそんなに変わらないから、喧嘩してもしょうがないかなというふうに思う人が多いんじゃないですか。日本男生是不是在心里累积生气一次两次三次就分手？そう三回ね。也是三次。三回。もう2回かな。イエローカードイエローカードでレッドカード。うわこいつないわと思って、本当喧嘩はあんまりしないというか、その熱い喧嘩はなんか冷たい喧嘩だと思って。ああ好麻烦。